待合室の一部、上村駅は、鹿児島県霧島市横川町中野にある、九州旅客鉄道被殺線の駅である、単式ホーム一面一線を有する地上駅。無人駅で駅舎はなく、小さな待合所が存在する。まとまった住宅地はなく、日中でも、換算としている。1950年代前半、鉄道輸送が、 蒸気機関車から機動車へ転換するのに伴い、無人駅を設置する手続きが容易になった。このため1955年頃から地元住民の間で新駅の設置運動が始まり、1956年3月には横川町で新駅の建設委員会が設立された。同年11月には日本国有鉄道から新駅を設置するとの回答が得られたものの、 178.6平方メートルの建設用地48万円の建設費用及び周辺の道路整備などはすべて地元負担との条件が提示された。これに対して用地は地元集落が提供、建設費用は横川町が負担することで話がまとまり新駅の建設が始まった。工事には多くの地元住民が参加した。待合所の建物も 流木の伐採から製材、建築まで地元住民の手で行われた。新しい駅は上村駅と名付けられ1957年7月5日に営業を開始したが当初は機動車しか停車することができず蒸気機関車が牽引する客車は通過していた。すべての列車が停車するためには5両の客車が収まるようにホームを延長する必要があったが巻き駅側に 踏切があり、大隅横川駅側も勾配が控えていたため、延長は困難であった。給与の策として5両の客車のうち先頭前方のドアと最後尾後方のドアがホームにかからない状態を認めさせ、1965年10月1日から客車も停車するようになった。ありがとうございます。